手話ガイドによる鳥取県おすすめ観光ガイド。実用品の中にこそ美が宿る鳥取民芸美術館。美術館の前に2人の観光ガイド。皆さんこんにちは。小田さん、鳥取県には世界の民芸品が。およそ6000点展示された全国でも珍しい美術館があります。鳥取民芸美術館です。城壁の衣装蔵を改装した建物。民芸品とは、西山さん、民衆生活の中から生まれた地域独特の手工芸品のことです。焼き物の皿や壺、染め織物、ランプ。色や形が美しく実用的でもあるものです。鳥取民芸美術館には鳥取県の民芸運動家、木の額縁に飾られた背広姿の男性の白黒写真、吉田翔也が集めたテーブルや椅子などの家具も飾られている。国内外の民芸品が展示されています。そんな鳥取民芸美術館のおすすめ情報はこちら。鳥取県の民芸品が大集合。小田さん、私のおすすめは鳥取県の民芸品です。鳥取民芸美術館の隣にある匠工芸店では鳥取県を代表する民芸品が展示されています。落ち着いた色と形の山根窯など、陶磁器は姿形も美しく実用性もある民芸品です。実はこれらは見るだけじゃなくて購入することができます。鳥取県にもいろいろな民芸品がありますね。私たちも日常生活の中で使ってみたくなりますね。皆さんもぜひお土産や贈り物にいかがですか。民芸品で料理はいかが。西山さん、私のおすすめは料理です。鳥取民芸美術館のさらに隣には地元の旬な食材を使った料理が食べられる匠割烹店があります。こちらでは料理を盛り付ける器が民芸品です。民芸品を見るだけでなく使ってみてその良さが体感できます。器がいいと名物のハヤシライスもより美味しそうですね。それではいただきます。ハヤシライスの器はクリーム色の洋皿、丸みがかった模様がついている。トマトの酸味があってとっても美味しいです。さっぱりしてますね。よく煮込まれていて味わい深いです。そして鳥取和牛すすぎ鍋はしゃぶしゃぶのルーツと言われています。鍋の中にお肉を 2,3 回くぐらせ特製ごまだれをつけていただきます。美味しそうですね。皆さんもぜひ食べてみてください。
いかがですか？民芸品を見て、買って、使える鳥取民芸美術館。これはおすすめ情報のほんの一部です。あとは皆さんが来てみて体験してください。バイバイ。協力鳥取県聴覚障害者協会。イラストレーションクララ、撮影サインビデオシステム。